が、エジプトでは一番大きな町です。日本にとって東京みたいです。エジプトの首都です、ね。誕生日は昭和27年3月11日朝6時です。西暦にすると1952年の3月11日朝6時です。この間3月66歳になってもう67歳に入っています。ショック、誰か若いと言ってほしかったななっちゃった。皆さん、私の誕生日聞いて何か頭に浮かばないですか？3月11日何か浮かばないんだ、ね、そうなんです。大震災です。大震災ですよね。大震災ですね。私、日本のただ大震災は24時5分ですから、私9時終わりです。面白いと思わない皆さん、7年前から大震災は2011年だったよね、7年前から、私の誕生日になると日本全国民が計画しているんです。すごいね。まあ、いいこともありますよ。これだけじゃないよ。皆さん、3月11日に誰の誕生日を書く？すごいんだよ。相撲の横綱白鵬、3月11日です。横綱に入れるよね。ね。まあ、今年で67歳に入れますので、まだ若いですよ。結婚します。33年前に沖縄の素敵な女性と結婚してしまいました。恵子さんですね。身分を借りて、子供を借りて、33年前です。33年前だ。長いと思わない？まだ離婚してないんだよ。すごいと思わない？ねえ。子供3名います。皆さんは、皆さんの先輩になります。私の子供の3名、皆さんの先輩になります。長女と、美人。な少女、美人です。半端じゃない。うるさい長男、怠け者、次男、三名です。一、二名、いた。しかし、子供三名とも中学